まずは4回同点の場面でのあの打席、どんな気持ちでバッターボックスに入ったんでしょうか。自分としても、最近本当に苦しくて、もうなんとかバットに当てるんだっていう気持ちで、もう何が来て もうストライクが来たらもう本当になんとか当てて、やろうっていう気持ちで打席入りました。そして今日は1番に山田選手、2番にサンタナ選手、そして金曜日からクリーンアップに座っている塩見選手ですが、高津監督からはどのようなお話があったんでしょうか。特にないですね。普通にはい、いきなりマジかみたいな感じです。やはり3番クリーンアップでのバッターボックスというのは気持ち的に何か変化などはありますでしょうか。やっぱり後ろに、宗だったりとか、ミンゴだとか、そういう、ホームラン打ってて、チャンスに強いバッターがいるんで、3番っていうことをあんまり意識せずに、なんとか自分が塁に出なきゃなという思いで、3番の打席に入ってました。後ろにホームランを打てる選手がいるとおっしゃっていましたが、今日は塩見選手が逆方向へホームランを打ちました。どんな感触でしたか。いや、もうさっき言った通り無我夢中だったんで正直あんま覚えてないんですけど、とにかくどんな気持ちだった、もう最高の気持ちだったんですけど、もう最高です。そして今隣でグータッチをしてくれたつば九郎さんがなんと先週本拠地2000試合を達成しました。おめでとうございます。いつも盛り上げてくれるムードメーカーつば九郎さんに何か声をかけるメッセージありますか。特にありません。さあ連敗を止めて次は阪神戦が待っています。最後に意気込みをお願いします。やっと、7連敗というトンネルから脱出できたんで、まず、次の、タイガース戦、1戦目取って、また、連勝街道を進んでいきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。さあ見事勝ち越しホームランを放ちました、チャンスに強い塩見選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。